はい、皆さんこんにちは、アンジです。今日も動画見ていただき本当にありがとうございます。はい、今回はですね、この目のクマ対策ということでですね、お届けしたいと思います。はい、まあ、先日動画でですね、街で老けるヤバい習慣5選ということでですね、お届けした時に、クマができてもですね、何もしないとか放置しているっていうですね、そういうヤバい習慣をお届けしたんですけども、まあそれのですね、補足としてですね、そのクマを取る方法ということでね、お届けしたいと思います。何件か質問もね、相談もいただきましたんで、今回ですね、配信していきたいと思います。まあ簡単にですね、目のクマのですね、種類をお届けしたいと思うんですけども、青クマ、茶クマ、黒クマっていうのがあるんですね。青クマっていうのがですね、いわゆる血流不足からですね、起こるものなんですけども、疲れや睡眠不足によってですね、目立ってしまうということなんですね。もう一つがですね、茶グマっていうものなんですけども、これはですね、こすることによってですね、色素沈着の原因が起こるクマみたいなんですね。で、目をこすらないことが大切っていうことなんですけども、マッサージとかね、NG です。はい、でですね、かゆみがあれば、まあ、受診してほしいと思うんですけども、最後にですね、黒クマっていうのはですね、この年齢による変化であったりとか、たるみが原因と言われてます。保湿対策がですね、第一優先で行ってほしいと思います。またですね、全身にむくみがある方はですね、違った病気もあるかもしれないんで、こちらの方もですね、病院に行ってもらったらいいかなと思うんですけども、この3つのクマでですね、一番多いのはですね、この青クマっていうものなんですね。僕もね、過去の動画でですね、このクマの原因をほぼほぼ血流不足っていうことでですね、お届けしたことがあるんですけども、今回はですね、この青グマ対策についてですね、お届けしたいと思います。まあいつも使っているですね、こちらの炭酸生態スプレーを使っていくんですけども、これはですね、顔にかけてください。顔に2周ほどかけていただいたらですね、もうこの瞬間にですね、顔の毛細血管が拡張して血液の循環が上がってくるんですね。先ほどもお伝えしましたけども、この目の下のですね、青いクマっていうのはですね、血流不足なんですね。血流不足で青く見えてしまうということなんですけども、この目の下のね、皮膚って薄いんですよね。薄いから目立ってしまうということなんですね。正常な場合はですね、その青くはならないんですね。血流が悪くなるから色が変わってしまうということなんですね。今回はさらにですね、このキッチンペーパーを用意しました。キッチンペーパーはですね、この目の下のクマのところにピタッと貼ってください。ピタッと貼ってですね、さらにこの次、目の周りにですね、シューッとかけてもらいます。軽く目をつむった状態でですね、かけてほしいと思うんですけども、そこからですね、このキッチンペーパーが浮かないようにピタッと押さえてください。密着させるような感じですね。こうすることによってですね、炭酸ミストの効果であったりとか、プラセンタエキス、ビタミン C 誘導でヒアロン酸が入ってるんで、その成分を浸透させやすくするためですね、こういったキッチンペーパーを貼ってください。そこからですね、まあ3分から5分ぐらいキープしていただくとですね、血液の循環がさらに良くなって、この目の下のクマが薄くなってきます。効果出るとですね、この1回だけでも効果が出るんですけども、まあ、慢性的な疲労であったりとか、慢性的な寝不足の方はですね、常にこれを繰り返しやっていただけたらいいかなと思います。で、ここからなんですけども、これを3分から5分行った手で外しますけども、ここから次、目の下のね、この軽めのマッサージっていうものなんですけども、やっていきたいと思います。で、これは人差し指から中指で結構なんで、軽くピタッと置いていただいて、軽く揺らします。揺らして血液の循環をね、こう促進するようなイメージですね。こう揺らしてください。これも20秒ぐらい揺らしてください。いきますよ。よーい、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。はい、 OK です。よろしいでしょうか。このね、目の下のね、クマのところを揺らすのはですね、まあ、3回ぐらいしていただけたらですね、効果がですね、出やすくなってきますんで、まあ、これをですね、まあ、1週間か10日ぐらいしていただくとですね、目の下のクマがですね、薄くなってくると思いますんで、ぜひ一度ですね、試してみてください。はい、まあ、これですね、今日も終わっていきたいと思うんですけども、よかったと思ったらいいねのボタン、チャンネル登録の方ですね、ぜひよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。はい、皆さんこんにちは、アンジです。今日も動画を最後まで見ていただき本当にありがとうございました。僕のチャンネルでは美しく健康でいられるための情報をですね、発信しています。そのポイントは血液循環にあります。血液循環が良くなれば、病気や痛みを防ぐだけではなく、シミ、シワ、たるみといった美容にも非常に重要なポイントです。だから私はこの炭酸生態スプレーを開発しました。自宅でもオフィスでもどこでも血流を整えることができます。また炭酸生態スプレーをお使いの方から毎日嬉しい報告をいただいております。本当にありがとうございます。また使ったことがない方もぜひ一度試してみてほしいと思います。
またこれからもあなたの健康と美容にお役に立てる情報を発信していきますので、応援のほどよろしくお願いします。また LINE 公式アカウントも概要欄に貼っておきますので、友達になってください。では次回の動画でお会いしましょう。さようなら。